おはようございます。スタジオクーパー永田です。おはようございます。ポール牧師長ですね。グー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 かなと思ったら、でしょ。よう考えたらこのシンジ君のやつもあるじゃないですか。シンジ君だ。一番初めにこれやってたんポール牧師ですよね。そうですね、はい。最近それに対して何の感想もなくなってきてる。冷たいわ。視聴者もこんな感じなんかな。あまり永田進むエンジニアにそこを求めてないと思いますよ。まあでもなんかやりたくなるじゃないですか。はい、まあ、というわけでやらせていただいてますけども、はい、今日もなんとなくで進めていこうと思いますけど、まあ、ちょっとそろそろ低域の処理をしたいと思うんですけど、はい、いかんせんこの低域のトリートメントをこうなんていうんですか、繊細にできるプラグインがなさそうなんですよ。なるほどね。はい、まあ、ちょっとざっくりですね、ほんまに。まあでも要するに下処理というのは、はい、もうコンプ EQ にかかってくるってことですか、はい、コンプリミッター EQ。 そうですね、まあもっと言ってしまえばトリオとっていうところにもなるんですけどね。ミックスって例えばこうフランジャーかけたりとか、なんかディレイめちゃくちゃかけたりとか、エフェクティブな要素もありますけど、基本的には調整といいますか、音作りというよりは調整ですね。取った音の足りないところを補う、出過ぎているところを削ったり、そうですねっていう考え方の方が、まあミックスっていう解釈の気はしますね。はい、というわけでやっていきましょう。前回までの流れでやらせていただいてますけども、こんな感じでちょっとドラムのトリートメントじゃないですけど、ドラムの調整をしてましたよね。これに対してドラムをとりあえずバスでまとめます。このドラムトラックね、こいつがいます。これに対してドラム全体のコンプをかけていきたいんですけど、はてさて使えるコンプが3つなんで、一旦こいつ試そうかな。うわ、一回プリセット様子見てみます。太くなるんだよ。いやいや、エフェクティブすぎませんか。ドラムアタック、シンバルどうなんねん。ドラムコンプ、ダメだ。このコンプは向いてないですね。ドラム2ミックス。そうなると FF か BF か。BF いっとこう。まあ安定してるかな。まあだいたいこういうドラムのバスコンプってリダクションがまあ 1dB、2dB ぐらいがベターっすね。これにほんまは前のサンシャインダブのミックスの通りなんですが、これにちょっと生音と混ぜるやつがあったらいいですよね。というわけでミックスセクションっていうのはないので、バスをもう一個作ります。でそのバスは生音、はい、でこっちがコンプ、これをうまいこと混ぜたいと思います。どれぐらいかな、生音もうちょっと欲しいかな。生音を入れつつちょっと潰して、マークスパイクステント方式なんですけど、生音ないとき、生音あるとき、まあもちろん音量も上がるんでね、その混ぜた方がよく聞こえたりもするんですけど、
ちょっとそういう場合は、うまいこと。バランスをとってこんな感じにしておきます。これに対してドラムの全体の EQ をかけようと思うんですが、むずいわ。 FF かな、ちょっとだけ煽る下の方が欲しいんで、ちょっと一回ラージでローを聞くか、もうちょっと出てもいいね。試しに80から 1.5 ぐらい上げます。で、上が一辺どっから折ろうか、16ぐらいから、こんなもんかな。これは一応生音の方にも適用しておこうか。いや、いらないな。なもんでこのバスで進めていきたいかなと思うんですが、もうちょっとだけこの時点でキックのアタック欲しいよねって感じなんで、ちょっとトゥーマッチに聞こえるようなぐらい上げてみましょう。もう気持ち上がればいいね。4K ぐらいいっとくか。なもんかな。よし、これで全体聞いてみましょう。 You make me cry, facing me. You make me cry, away the days. No one to have to beちょっとドラムの音量もうちょっと欲しいな。 You make me cry, facing me. You make me cry, away the days. No one to have to be. 大変こんな感じかな。最近の流行りの傾向としてはやはりちょっとドラムベースがガツンとくる感じの音作りが多いですよね、まあ、海外にしても何にしても。というわけで次はベースかな。ちょっとローの感じをまとめたいので、そうっすね、むずいなこれも。一旦ちょっとコンプで抑えましょう。 BF しかないよね。 You make me cry, facing me. You make me cry, away the days. No one to care. どやさ、一回ちょっと BF を振ってテンプレート試してみましょう。ベースギター、You make me cry, facing me. You make me cry. 当たりまくるね。You make me cry, facing me. You make me cry. Away the days. No one to have to be scared anymore. すごい当たるね。You make me cry.もうちょっとアタック潰すかな。 You make me cry, facing me. You make me cry, away the days. No one to care. 悪くないね。こっちにしよう。もうちょっとあれか、ちょっとリリースを早め。 You make me cry, facing me. もうちょっと柔らかく当たってほしいかな。2をちょっと、この2っていうのがね、勉強しておいてください。 You make me cry, facing me. You make me cry, away the days. まとまったか。これに対して
よくやるんですけど、ベースのラインの音ありますよね、この、これをコピーしてデュプってもいいですけど、これに対して三残符をかけます。これも三残符はもうね、アビットのやつなんで使い放題ですよ。やったぜ。これをバリッとこいつで作っちゃう。これぐらい派手にいっちゃおう。これに対して混ぜる。いいね、ロックだね。もうちょっといこうか。ちょっとローが聞こえんな。まあそうなるよね。基本的にスピーカー私がやるときはこのもう小さい方とラージと、あとここにあるこのフォーカルのクリアプロですか、これでモニターすることが多いです。基本的にニアフィールドはあんまりミックスでは使わないことが多くなってきましたね。なんかみんなそれで聴いてる人もいないですし。はい、というわけで、ちょっと迷子になってきたかな。やっぱローがこうへんな。もうちょっと、ベースリプリケートしたラインと、サンズのかかったラインと、あとマイクですね。この3つのトラックをバスでまとめて1本にして、さっきのコンプ。一回これぐらい押さえてみて、EQ、ゴーン。めちゃくちゃ切ってみよう。むず、これはむず、ちょっとまだこれしかないよね。これにまたプリセットから勝負していこう。暖かい、おいおい暖かいかは知らんけど、それはないやろ。暖かさ足した、サブを足す、あー、まあそういうプリセットなんですね。むずいよ。フェンダーサウンド、へえ、それだけかい。ほんまに。ああ、まあプレベサウンドに特化するってこと？まあいいや。無理やな。ちょっとこれは一旦なしにして、ハイパスじゃないや、ローパス入れます。がっつりいってみよう。これぐらいいってもいいかな。ないとき、あるとき、やっぱちょっと空間が空きますよね。これは採用やな。下も切ったろう。やっぱ最後の低音は欲しいんで、そうっすね、40ぐらいから切ってみようかな。これに対してやっぱり下のローが欲しいんで、ちょっとラージでズバッ。もうちょっと球も狭めにして、かなあ。でちょっとキックとのアタックを混ぜたいので、一回
11、ん？まあ、1、2K あたりぐらい。で、ちょっと膨らんでるこの辺は600ぐらいをちょっとすっきりさせたいなーなんて思ったり思わなかったり思ってるんでやってるんですけどね。ちょっと9も狭めにして、これで一旦混ぜてみよう。悪くないね。一旦これでもろもろありますが進んでいこうかななんて思ってます。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございますというわけでドラムベースをなんとなく固めたわけですけど、まあ、多分その一番初めの状態と今の状態を比べたら、まあ、結構違うんですけど、このなんか過程を見てるとマジちょっとレベルでしか変わってないじゃないですか。そうですね。これ普通の一般ユーザーの方ね、リスナーの方が聞いたら、はい、何の変化かもわからないですねきっとまあまあぐらいマニアックなチャンネルなんで。じゃあいよいよ次回はギターですか。まあそうっすね。ギター触りつつまた全体見つつ、もう今の状態でもうちょっとドラム触りたいなと思ってるんで、ちょっと、あでも、はい、そういうのもあれですよね。そうなんです。ベースを作り込んだらドラムがこうなりましたっていう感じですね。そうなんですよ。全然いいんですけど、あのミックスとかでもいろいろあるじゃないですか。これギターソロバーン上げてくださいってなりますか、はいはい、上げた時点で結構他のとこも変わってるっていうのも、あもちろんそうですね。ね、その帯域が前に出てくるっていうことは、そうなんですよね。はい、難しい。ところまあこちらの腕の見せ所でもあるんですけどね、そういうのもなんか単純なところではないっていうのが、まあ、昔あのブラックジョークで、はい、上げたって言って上げてないっていうのをよく聞きましたよ ね、 そうですね。あーなんかいいなーとか言って上がってね、触ってないけどまあたまにありますからね、事故で上げたと思ってて上がってなかった、でもええやんってなったら、あいいのかこれは全部いいですね。過去にはあったと。というわけで今回もありがとうございました。